明治から昭和にかけて日本の教育者として活躍した新渡戸稲造のドキュメンタリー映画の上映会が札幌で開かれました。映画新渡戸の夢は、新渡戸稲造が1894年に貧しい子どもや学校に通えない人々のために創設した夜間学校遠遊夜学校に込めた思いが現在まで受け継がれていることを描いたドキュメンタリーです。この映画をこれから教師になる人に見せてあげたい。いつからでも勉強できるから。いつからでも、そうね。映画新渡戸の夢は来月6日から札幌のシアターキノで公開されます。